シアチェン氷河はカラコルム山脈東部に位置する氷河。カシミール紛争を通じて、インドとパキスタンの軍が接する最前線になっている。インド側で言えば、ラダック連邦直轄領、パキスタン側で言えば、ギルニット・バルティスタン州に相当。カシミール地方の地図。緑がパキスタン占領地、代々はインド占領地。境界付近に、 シアチェン氷河が位置するカラコルム山脈のシアチェン、ムスターグ山脈とサル、トロ山脈の間に位置する。ヌブラ川の水源の一つ。1909年イギリス人のトムロングスタッフが発見、現地名でバラを意味するシアチェンと命名した。全長は 70km に及び、極地を除けばタジキスタンのフェドチェンコ氷河に次ぐ世界で2番目に長さを有する。カシミール地方は、 パキスタンとインドとの軽装地であり、6000メートル級の標高かつ急峻な条件であるにもかかわらず、両国軍が数万人規模で展開している。2012年7月には、なだれ災害が発生し、パキスタン軍の100名以上が死亡した。シアチェン氷河世界大百科辞典、第二反パキスタン兵100人長がなだれで、2級目 MSN。 産経ニュース2012年7月8日閲覧。ありがとうございます。